海くんがまさか爆発するとはな。うちどこが事故ったんだろう。あかん、忘れとった。加山はんが大変やったんや。大谷はん、うちと一緒に加山はんの人格を探してえな。ところで、さくらはん？やあ、ゴーランさん、あなたの発明は素晴らしいですね。まさか。さくらさんの体はいいな。頭がスースーするけど。何をうろたえているんだ、大神。軍人たる、いつ何が起ころうと自分を見失ってはいかん。加山はん、そこ動かんといてな。行ってしまったようだな。入れるなんて、なんだったら大神、お前も俺に抱きついていいんだぞ。よく自制できたな、大神。それでこそ花組の隊長だ。幸せだな。お前のような男を親友にモテて。お待っとうさん、持ってきたで。やり直しめか、安藤君や。安藤君とはあなたの親戚か何かですか。お米に預かり光栄です。そや、こんなこともあろうかと作っといたんや。まさに転ばぬ先の杖ですね。
私なんでここに。はい、何言ってるんですか大神さん。ああ、なんでもあらへん。ま、気にせんといてな、さくらはん。ほら、早よ行くで。その通りだ。さすがは親友。姿が違っても俺だと気づいてくれたか。スミレハンはよーなんて挨拶せえへんて。しかしいいな、スミレさんの体は。ちょっと帯がきついけど。もうちょっと楽しませてくれないかな。戻したで。あら、私地下のプールへ行くつもりでしたのに、どうしてサロンに？ね、寝ぼけとったんとちゃうか？そんなはずはありませんわ。なんで私が？おっと、うちら急ぎの用があったんや。なあ。スミレハン、ほら、さよなら。ちょっと。やっぱし、葉山ハンの体の近くでアンドゥークを使わなあかんみたいやな。
俺がどうかしたかい？今度は織姫班の中かいな。織姫さんの体はいいな。今度は何の不満もないよ。日本の男が私の中にいるなんて、魔王通り越して不愉快です。今回はちょっと中途半端だったみたいだ。すみません、織姫さん。完全に中身が入れ替わってへんねん。二重人格やで。Thank you.
食堂にカンナハンがおるみたいやで。それってもしかして加山のことかい？そや。さすがええなカンナハン。そりゃあだって、よーおがみ、今度はカンナさんの体にお厄介になってるよ。もう入れ替わりやのうて同居になってしもたな。というわけだから早くなんとかしてくれ。ほな始めましょうか大神はん。みたいだ。加山の気配もないし。ところ隊長コーラン、このへんてこな出来事は一
二人に関係あるみたいだな。何言うたんねん。なあ、大神はん。あ、隊長。田山さんがそこの廊下で倒れていたので、医務室へ運んでおきましたよ。軽いめまいか何かだと思うのですぐ良くなると思いますが。医務室やて？